世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。通勤時間帯に能力異方向症及び強盗致傷、まさに邪悪の権化よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛。そう、人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、周りの言うことなんて気にするな。クイッと上見て突き進め。ヴィラン！天才子の格好。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。大丈夫だ少年、私が来た。この世界では時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？5年前、敵の襲撃で負った傷だ。私のヒーローとしての活動限界は今、1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが、相応の現実も見なくてはな、少年。
現実を見なくても。ここ、さっきの爆発の…あいつなんで…逃げられたのか?だとしたら…僕のせい…出た。何してんだ。なんで。どうしよう。どうしよう。こういう時は25ページ。散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され、ヒーローになるために。
Come on!
Thank you.